日本選手権水泳競技大会。日本選手権水泳競技大会は、水泳競技日本一を決める水泳大会である。大会は、競泳、引込み競技、水球、アーティスティックスイミングの4部門からなるが、日程、会場などの問題から4部門は、同時ではなく、それぞれ別個に行われている。競泳競技には、第81回大会、2005年より、 ジャパンスイム、ジャパンスイムという呼称が取り入れられている。アーティスティックスイミング競技は、ジャパンシンクロチャンピオンシップオープン、ジャパンオープンも兼ねており、海外招待選手も交えて実施されている。2011年より、それまでの日本短水路選手権水泳競技大会も、日本選手権水泳技大会競泳競技、現在の正式名称は、 日本選手権水泳競技大会と改められ、5部門となった。以降は競泳競技、50メートルについて記述。その他4部門はそれぞれ、日本選手権水泳競技大会引込み、競技、日本選手権水泳競技大会水球競技、日本選手権水泳競技、大会アーティスティックスイミング競リ、日本選手権水泳競技大会を参照。この大会において、 世界選手権やオリンピックなどの代表選手を選考する。逸話開催年では、逸話種目のみ行われ、一部種目を除いて、準決勝が行われる。競泳競技では、決勝レースにおいて、日本水泳連盟の定める派遣標準記録を突破し、かつ上位2位以内に入った選手が、自動的に代表権を獲得する。第84回大会。 ジャパンスイム2008においては、リレー競技を含め31名の選手が、北京五輪の代表権を獲得した。ホスト放送局は NHK であるが、世界水泳選手権との関係でテレビ朝日とも協力する。全種目優勝者は、レース直後に NHK のスポーツアナウンサーによるフラッシュインタビューを受ける。もとは1914年に開催された、 全国水泳大会を極東選手権の選考会を兼ねて開催されたもので主催者は大日本体育協会だった。日本水泳連盟になってからの第一回大会は当時の大日本水上競技連盟大の1925年10月に全日本選手権水上競技大会として開催された。以降、戦時の中止を挟んで2014年で第90回目を迎えた。 会場については、戦前は明治神宮水泳場で開催されていた。1964年東京オリンピック以降は、大型のプールが必要となることから、主に首都圏のプール、国立代々木競技場、東京体育館、現在の主会場東京辰美国際水泳場、千葉県国際総合水泳場、横浜国際プールが会場となっている。 第87回2011年は東京辰巳国際水泳場で開催される予定であったが東日本大震災により会場が損傷したため中止。大体としてトビオで国際大会代表選手選考会県震災チャリティ大会が開催された。第87回は決番として2012年は第88回大会とする。 この校は主に競泳部門に関することであり、他の部門については、国際大会における成績が、出場資格付与に大きく関わっている。水泳に限らず、各競技においては、参加者が多くなりすぎることを防ぐため、成績によって大会に参加できる人数に制限を、加えている。競泳日本選手権においても、日本水泳連盟が指定した大会において、 一定の成績を収めた選手だけに出場資格を与えている。これとは別に国際水泳連盟の定めに基づき日本水泳連盟は国際大会における日本代表選手を選考するための独自基準を設けている。その基準は FINA 規定よりもさらに厳しく日本選手権時点における世界ランキングをもとに決められたものでありレベルは非常に高い。 カテゴリーと設定タイムの目安は以下の通り、国際大会の代表権は派遣標準記録 E を突破し、かつ決勝で2位以内に入った選手に自動的に与えられ、リレー選手の選考を除いてはこれ以外の方法では一切選考されない。このため日本記録を樹立しても代表に選考されない場合がある。リレー選手の選考に関しては自由型リレーの場合は、 自由形 400m リレーの場合は 100m、800m リレーの場合は 200m の決勝上位4名の合計タイムがリレー派遣標準記録 E を突破した場合メドレーリレーは各種目背泳ぎ平泳ぎバタフライ自由型 100m の優勝者の合計タイムが派遣標準記録 E を突破した場合に代表権が与えられるリレー派遣標準 I は 国際大会6位以内、リレー派遣標準2位は12位以内を参考に、設定されている。派遣標準記録を突破した1位の選手が3名以上、または2位が2名以上となった場合は、スイムオフにより代表を決定する。リレー選考に関しても、同着、同タイムなどが生じた場合は、スイムオフを行。参照記事 asahi.com。 派遣標準記録が明確に定められるきっかけとなったのは2000年のシドニー五輪の代表選考会である女子200メートル自由形の優勝者千葉鈴と男子100メートル背泳ぎで勝った大石隆文が代表から落選これを不服とした千葉がスポーツ仲裁裁判所 CAS に仲裁を申し立てその結果 CAS は日本水泳連盟に対し 選考基準が曖昧だったとして、訴訟費用の一部負担を申し渡した千葉は、最終的に代表には選ばれなかった。この裁定により、それまでの日本選手権で2番以内に入れば、代表は内定という暗黙のルールが見直され、記録が重視されるようになった。ジャーナリストの行島氏は、選考会で2位ながら、オリンピックで金メダルを獲得した岩崎京子は、もし当時、 派遣標準記録が定められていたら代表に選ばれなかっただろうと指摘。中高校生は数ヶ月で飛躍的に記録を伸ばす可能性があるため、派遣標準記録を重視する姿勢はそういった可能性の目を摘んでしまっているという考えを示している。また、平泳ぎのように派遣標準記録の設定がレベルを高める種目もある一方で、 男子自由型のように派遣標準記録が日本記録を上回っている場合も少なくなく、最初から諦めモードになってしまい、なかなか強化が進まない種目も存在している。マラソンの選考と比較すると、競泳の選考はわかりやすくていいという論調があるが、陸島は競泳全体の強化という視点から見れば、完璧なシステムには思えないと述べており、 もっと柔軟な対応をしてもいいのではないかと語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。